なんかもうありがとうって言ったらいい薬ですってしか思い浮かばんねえけど。ほい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。んで、なんか今姉子に戦いのマークが。へいへいへい、戦いが来るぜ。桃のどもめ、これから乗り込もうって時に向こうから仕掛けてくるなんてちょうどいいじゃん。でもだけど少し妙だね。なんだか今までにない大きな力を感じるよ。あんた、そういえばラライの研究所からマシンパーツが持ち去られたって言ってたね。あ、なんかそれで魔物側もなんか作っとるってこと？あいつらまさかそれを使ってって、今は考えてる時じゃない。いいかい？とにかく奴らを倒すんだ。さあ、アユナ、魔物どもをぶっ倒す準備はいいね。オッケー。さあ、向かおう。ほい、竜王軍バトル、すべてのモンスターを倒せ。フレーム軍団が襲ってきたよ。フレームやけん、そこの炎はあんまり当てんできん。よいしょ。あ、やべえ、ここ燃える、私。あ、ちょっと待って、魔導士来たー。でもね、ちょっと思ったんやけどさ、ほら。やばくない？なんか知らんけど、最近あの弾丸がなくても普通に、しかも一発でやっつけれるんやけど。何事なんやろ、特別な力が身についたんかな、私。私だけじゃなくてさ、みんななんかフレームとか、ブリザードとかさ、普通に剣とか、金槌とかでさ、倒せるようになったことない？なんでなんやろ。ちょっといまいち、意味がわからないのだけれど。魔物の軍団を倒した。おお、悪魔の騎士来た。よっしゃ、頑張ろう。よっしゃ、頑張ろう。よいしょ。みんながこうやって元気で追ってくれるうちに私も頑張らないとね。みんながやられてしまっては。うん、危険。落ちてしまった。は、これってどうなんやろ。溜め切りするよりも、シャ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 ってやった方がいいんかな。うん、どこ行った？あ、隊長来た。隊長トロル。ちょっと中入ってくるのやめて。邪魔。ははは。は、どうよ。あ、でもこれ近くにおったら意外と攻撃当たらんのじゃない？いや、でも背中側すんげえダメージあったね、今。どう？ほら、私ダメージ食らってない。そしてバシ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 。お、これはちょっと、いい感じにはまってるんじゃないか？ねえ。あ、ちょっと、そっちに進んでいかないで。でも今思いっきりゾウで燃えた。あ、待って。みんなやられてない？ちょっと。みんなやられてますよね。何やってんの？ちょっと。ダメじゃん。危険、危険。てか、このさ、魔物の体に当たっただけでもダメージがあるっていうのは一体何事なんですか？体に何仕込んでんの？毒ですか？へへへへ。うわ、やべえ。待って、早く使ってよ。アイテムを使うことができませんじゃねえわ。え、あとこいつだけ？あ、こいつだけや、あと。さあ、じゃあ私頑張るよ。みんなのためにも頑張る。みんなの分も頑張る。はっはっは。ちょっと腕が切れないってどういうことなの？腕だけでも切れろや。おっしゃー、いった。イエーイ。すべてのモンスターを倒した。バトルコンプリート。みんな超倒れとる。薬草を3個手に入れた。お、やったね。ほい、お。マジか。これ3連戦のやつもしかして。ってことはまだまだかかりそうやね。ちょっと一旦寝とこ。体力回復。そして絶対途中で紐くれるけん。よいしょ。とりあえずここで一旦休んどいて。姉子、2戦目。へい。魔物どもは勝負をかけてきてる。味とこと一気に私たちを潰す気だ。だけど私たちの発明品なら必ず魔物どもをぶっ倒せる。そうだろ？あー、なんかあの変なマシン。あゆな、この辺りであんたが作った超激突マシンも一度使ってみるといいかもね。さあ、あゆな、戦いの準備はいいかい？ほいほい。じゃあその超激突マシンとやらを使ってみるか。とりあえず隊長に使えばいいかな。竜王軍バトル、すべてのモンスターを倒せ。お、ブリザード軍団来たぞ。多分この子らも一発で。イエーイ。この子って言ってるしね、もう。
超舐め腐ってる。えい、来た来た来た。よし。はいはいはい。なんて弱いんだ。あんなに苦戦していた。フレームとブリザードが一発でやっつけれるなんて。てか、仲間誰も出てこないんだけど。あれ？しかも何？あ、いたいた。メタルハンター。あ、やめて。近づかないで。やめてってば。はいはい。なんか私、普通に、下の床もやってしまっているような。あ、ほらほら、崩してしまったよ。あ、超吹っ飛ばされた。超吹っ飛ばされた。やめてよ。はい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 。そうそう。みんな攻撃を。みんなで一斉に攻撃をして。いやー、吹っ飛ばされる。薬草薬草。あ、もうすでに誰か死にそうじゃない？大丈夫？あ、なるほど。こっから上がれるんやね。ありがとう。なんかもう、ありがとうって言ったら、いい薬ですってしか思い浮かばんねえけど、自分で言ってきながら。あ、やばい。はいはいはい。あとこいつだけや。おし。え、今のは当たってたか？は。あ、私最後の、最後のとどめを刺したかった。みんなもうすでにやられそうなんだけど。大丈夫？みんな超死にそうだよ。いい感じ。私の超激突マシンを使うまでもないね。イエーイ。あと2匹。あと2匹どこ？あ、いた。てかさ、ブリザードとかさ、フレームとかさ、何？振動が来たよ。うぅ。待って。なんかギガンテスおるんやけど。ちょっと待って。魔法の大砲。これを。はっ。どうよ。うわ、こっち来た。くんなし。後ろ下がれし。来ないでー。よいしょ。あー、やべえ。よし、こっから。次はここから。え、みんなもうやられた？もしや。誰もいないんすけど。う、怖い。怖い。やめて。あ、もうみんな倒れとるね。完璧に倒れとるね。はい。もうこれの繰り返しで倒すしかない。やばい、やられる。あ、こっちの大砲壊されてない。よし。壊されてないからなんだ。うわぁ。やべえ。どこ行った？これか。はいはい、ちょっと待って。あれしの大砲どこ？大砲。はい、大砲。どうよ。挟み撃ち。ちょ、ダッシュ機能が欲しい。ダッシュ機能が欲しい。 B ダッシュしたい。おし。あ、もう半分。あと半分ぐらい。よいしょ。うー、危なかった。踏みつぶされるとこやった。日が暮れそうな気がするけど大丈夫かな。よいしょ。うー、踏みつぶされた。踏みつぶされたね。次こっちの大砲。はい。超近いけど。よし。最後の一発撃てた。ギリギリ撃てた。いや、待って。ちょ、待って。近距離すぎるね、もう。さすがに近距離すぎて、ちょっと、逃げれない。はい。あとちょっと。あとちょっと行け。あ、私もう一個も拾っとんや、ちゃんと。よかった。お、何？引っかかってる？もし上がっ、いやー、ちょっと待って。離させて、私に。いやー。ちょ、危険。はい、こっち。おっしゃ、あとちょっと。多分、あと2発ぐらい。いけ。うおー、ダメだ。こっち。はい。どこに撃ってんだ、どこに。へい。どうよ。おっしゃ、いった。おっしゃ。え、これでもう大丈夫でしょう。よっしゃ、バトルコンプリート。よかったー。薬草を3個手に入れた。薬草大事よ、薬草。あー、ほら、次も。生かしてるじゃないか。さあ、もう一回ちょっと休んで、3戦目に備えよう。次で最後かな。最後っていうか、ボスの一歩手前？ほい。おはよう。さて、頑張るよ。まだマーク、変わってないやろ。普通に戦いのマーク。
アユナ、どうやらアジトに押し寄せてきている魔物どもを見ると、思っていた通り、溶岩魔人と氷河魔人が完全に手を組んでるみたいだね。あ、まあフレームとブリザード両方来たもんね。こっちもなりふり構ってられないよ。とにかく押し寄せる魔物どもを蹴散らすんだ。どうだいアイナ、次の魔物どもをぶっ倒す準備はいいかい？次の魔物ども、ほいほい、いけるよきっと。みんなならいけるさ。よし、利用軍バトル全てのモンスターを倒せ。まずは、あー、もう最初に出てくるのが鎧の騎士とかになってきた。強いよー。ちょ待って、光の剣、あ、走ってくる。はい、こうやって止まってるときはもうバシ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 って言った方が確実にいい。ん、悪魔の騎士が来たぞ。待って、走ってくる。その猛ダッシュやめよ。てかみんな戦ってます？はいはいはい、あ、やっつけれそう、あっという間に。はい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 、あ、走る。で、そこで止まると。よっしゃー、はい、1匹、あと2匹。あれか、悪魔の騎士。ちょっと待ってね、じゃあこいつを、お、やった、2匹目。そして、あ、あとちょっと、やったね。みんなで倒せば怖くない。赤信号、違うって。メタルハンター軍団、ん？メタルハンター軍団が襲ってきた。やべえ、めっちゃ袋叩きになりよるみんな。あかん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 、それちょっと危ない危ない。うわ、隊長来た、隊長。うお、ちょっと待って、ちょっと待ってね、薬草。おし、あ、それあかんよ。ちょっと2人ともこっち来るのずるいって。私袋叩きやないかい。はい、ちょっと薬草使うよ。え、待って、薬草使わしてって。あ、オッケー。ちょ、使えんかと思って焦ったやん。やめてやね。よし、あと隊長だけ。よし、頑張ろう。え、てかみんなやられたもしや。やられたっぽいな。うい。あ、ちょっと待って、回復せない、やばい。回復。よし、オッケー。あ、こっちの攻撃の方が早かったもん。でも赤いやつの方が強そうやな、貯めるの。青よりも。はい、ちょっと待って。ダメやって、それ。あ、あかん。ちょっと待って。回復。おい。やべ、近づいていきよった。なんか今燃えよったけど。銅像のやつかな。おし、いける。今私は勝利を確信した。何でかは知らんけど。おし、いけるいける。ほら。おっしゃー。地味な勝利。最後ぐらいちょっと回転切り使ったらよかったね。え、てかみんなおらんことない？おる？吹き出しもなんもないんやけど。命の木の実を手に入れた。イェイ。よっしゃ。あー、ほら、吹き出しの形が変わった。ということは、多分、次回はってことよね。はい。ってことで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。多分次回で、まあ、ラスボス、氷河魔人、溶岩魔人。いやー、怖い。まあ、でも超激突マシンやっけ。あれを使って頑張っていきたいと思います。